スイス国鉄ラブド500系電車は、スイス連邦鉄道が保有し、運行を行っている制御付き自然進出式のインターシティ用電車編成である。2002年に、スイスで開催された、博覧会エキスポ、レーニに合わせ、2000年5月28日に運行を開始した。バーン2000計画で計画され2004年に開業した、マットシテッテン。 ロードリスト新線を経由する系統などでは、高速新線内で最高運転速度時速 200km での運転がされている。ラブド500型はシグ、フィアットやアドトランツとスイス国鉄が共同で開発を行った。ラブド500型は頻繁に2編成が並列運転を行っている。1編成あたり7両で構成され、そのうち3両は1等車、1両は 食堂車と二等車の合わせ作り、残り三両は二等車となっている。一等車の若干の区画の特徴として、電源コンセントと携帯電話の受信用増幅器機が装備されている点が挙げられる。また、コンパートメントの扉がないことも特徴的である。アドトランツからの受料不足から遅れて、営業運転を開始したが、エキスポ期間中には、編成が揃い。 現在では十分な編成が揃っている。新機構はコロで車体を支持する。新種装置を電動機械式アクチュエータにより駆動する。強制新種方式でシグが開発を担当した。日本のコロ式新種とは異なり自然新種はしない。制御装置はフィアットが担当しており、ペンドリーノの技術が活かされている。 枕バネは車体を支える空気バネが台車の中心に一つのみあるのが特徴で、車体ローリングに対する抵抗は空気バネの両側に配置したトーションバースプリングで得ている。また車体傾斜時のパンタグラフ補正機構として屋根上に電動機械式の傾斜機構を備えるほか、キハ283系機動車のものに似たリンク機構を介して、 ボギー格と車軸の相談格を連動させる反、強制式の車軸相談機構を備える。2000年5月28日にザンクトガレンからウィンタートゥール、チューリヒ、ビール、ローザンヌ間で運転を開始している。現在は運行地域が拡大され、クロイツリンゲン、バーゼル、ジュネーブなどにも広がっている。ありがとうございます。